時代別にこう見ていくことによって、ラフマニノフの人生とともに音楽が発展していく様を見つけられるんじゃないかなと思って、最初の頃の作品から順番に演奏していこうというふうに考えました。まず一番やっぱり大事なのは体力と技術だとは思うんですけれども、やはりロシアの情景を知っていたり、以前ロシア人の先生がラフマニノフを弾くなら絶対にドストエフスキーの、文学を読まないとダメだよっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、音楽以外のことから学ぶべきことっていうのはやはり世の中にはたくさんあると思うので、ラフマニノフの作品を弾くにあたっては私もドストエフスキーの作品をたくさん読みました。私自身はあんまり後期ロマン派だとは思っていなくって、近現代の作曲家というふうに捉えています。初期の作品はショパンだったりチャイコフスキーの影響が大きくて、すごくロマンティックな作品多いんですけれども、その後からはどちらかというと情景的なものであったり、デモニッシュなこう皮肉的な音楽音も入ってくるので、そういったものを弾こうとするときにロマン派の概念で弾くと、もしかしたらちょっと柔らかくなってしまって、私の想像する音楽とは違ってくるのかなというふうにも思っています。美しい旋律はたくさんあるので、それはやっぱり心から美しいと感じてもらいたいですし、もしも聴き手の方が「なんだこれは」っていうような意味のわからない音楽が始まったら、そこにはやっぱり何かラフマニノフの伝えたい情景があると思うんですね。いつも私は音の得ないエチュードを弾く時なんか特にそうなんですけれども、このモチーフはどういう情景を表しているのかとか、どういう動きを表しているのかっていうような、感情ではなくて目で捉えたようなものも音にしていきたいと思って演奏しています。で、ラフマニノフの作品の中にはまだ2台ピアノとか連弾とか室内楽の作品もありますので、それはおいおいいろんな仲間を募ってやっていけたらなと思っています。